本日,本日はですね、大変お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。えー、3月は寒暖、ね、の差がです、ね、だいぶ激しくなってきておりまして、日に日に春の雨が降るたんびにです、ね、春の暖かさが感じられるようになり、また、西雲寺の早咲きの江戸彼岸桜や吉田元気村にはです、ね、花ももは見頃を迎えているなど、いよいよ春本番が近づいてまいりました。 15日には市内8つのです、ね、中学校、22日には市内13の小学校で卒業証書を授与式が挙行されました中学校は490名、そしてまた小学校は462名に卒業証書が授与されましたまた市内の保育園等でも修了式が行われておりますが 昨日は吉田こども園の修了式に出席をさせていただき、卒園する25名の子どもたちに一人一人にですね、私から修了証書を授与させていただきました。中学校、小学校の卒業式にも出席をさせていただきましたが、コロナの影響により、卒業式や修了式への出席は、市長に就任して初めてのことでございまして、 大変感動もいたしましたしまた子育て支援に力を入れている私といたしましてはと,とてもですね感慨深いものがございまして子どもたちの姿を見ておりました秩父市議会が3月定例会についてでございますが2月の21日から24日間に及ぶ3月定例の市議会ですが秩父市の土砂等の堆積の規制に関する条例の一部を 改正する条例や、令和5年度中止一般会計予算などの議案の審議をお願いをいたしました。議員の皆様には、真摯に議案のご審議をいただきまして、可決承認同意をいただきました。議案に、そしてまた議案につきまして、迅速、適切に執行してまいりたいと思っております。また一般質問では、私の施政方針に関しまして、各班にわたり貴重なご意見をご提言をいただきました。 施政方針でお話しいたしました各施政策につきましては、速やかに確実に実施してまいりたいと考えております。えー、まず、大田中津川地区に、中津川地区についてですが、冬の間、一時避難をしておりました中津川地区の住民ですが、3世代3人の方が本日自宅へ戻ります。また、1世代2人の方が今月中に また3世代3人の方は4月以降順次自宅に戻る予定となっております2月にはですね本格的な降雪もございましたが中津川地区へ通じる唯一の道路であります八丁峠ルートの林道は県のご尽力により除雪融雪もしっかり対応していただき収録が孤立することはございませんでした中津川地区に残った方へは 万が一に備え、ドローンによる定期配送、そしてまた食料燃料の備蓄、発電機の準備など、支援体制を整えておりましたが、大きな問題もなく、本格的な冬を乗り越えることができまして、少しほっとしております。埼玉県から中津川方面へ通行できる目安は、8月とさ示されておりますので、引き続きですね、 住民の皆様には支援をしてまいりたいと思っております。続きまして、新型コロナワクチン接種についてでございますが、3月の8日の新型コロナウイルス感染症に関わる予防接種の実施についての一部改正に伴い、特例臨時接種の実施期間が令和6年3月まで延長されました。それに伴い、令和5年5月から初回接種を終了した 65歳以上の高齢者、そしてまた12歳以上の基礎疾患を有する方、医療従事者等を対象に春の接種を開始し、令和5年9月以降、初回接種を終了した5歳以上のすべての方を対象とした秋の開始接種が行われる予定でございます。また、乳幼児、小児 および12歳以上の方の初回接種は継続となっております。またなおです、ね、現在実施しておりますオミクロン株対応ワクチンの接種は、令和5年の5月7日で終了すると国が示しております。令和5年春開始接種の対象,で対象者でない方でオミクロン株対応ワクチンの接種を希望されている方はですね、 5月7日までに接種をしていただくようお願いをさせていただいております。4月に厚生労働省が作成した新型コロナワクチン接種についてのお知らせのチラシを、開覧いたしますので、ご確認をいただきたいと思います。支部地域での新型コロナワクチン接種につきましては、詳細が決まり次第随時お知らせをさせていただきたいと思います。マスクの着用についてでございますが、 新型コロナウイルスに関連したマスク着用は3月13日から個人の判断が基本となっております。ただし、医療機関受診時、医療機関や高齢者の施設などを訪問するときは、あるいは通勤ラッシュなどを混雑した電車、バスに乗車するときなど、引き続きマスクの着用にご協力いただければと思います。また本人のの意思に反映してマスクの 着脱を強いることがないよう個人の主体的な判断が尊重されるようご配慮をお願いをいたしますマスク着用の見直し後も感染予防のために三密の回避人との距離の確保手洗いなどの手指衛生換気などを継続していただくようご理解とご協力をお願いをいたします以上ですそれでは続きまして発表事項に入らせていただきます 令和5年4月1日付、人事異動について、北堀市長からお願いいたします。それではですね、今、ご案内いただきましたように、令和5年4月1日付で、千葉職員の人事異動についてご説明をさせていただきたいと思います。今回の人事異動は、部局長 8, 8名の定年退職をはじめ、27名の職員が退職することから、 その補充を合わせて、各課所の在籍年数が長い職員の配置えを中心とした人事異動となっております。また、管理職への昇級人事につきましては、能力と意欲のある女性職員を積極的に登用させていただきました。そのような状況を踏まえた人事異動の規模は、記者発表資料の上段にございますとおり、一般行政職の配置えが138名。 焼却者は八十五名、医療職の配置替えが八名、焼却者は二十六名。今回の移動対象者は合計で二百五十七名となっております。なお、焼却者の内訳は、部長級に六名、次長級に九名、課長級に十五名、主管級に二十三名、主査級以下は五十八名となっております。 次に今回の人事異動の特徴でありますが、組織改正につきましてお伝えをさせていただきます。まず一つ目でございますが、市政に関する総合的な政策を調整し、確実に推進していくために現在、その業務を担う市長室の名称を総合政策部に変更させていただきました。二つ目といたしまして、 オーガニック農業など農林業のさらなる振興を図るとともに令和7年にご承知のとおり開催される全国食樹祭に向けた準備を進めるため農林部を新設させていただきましたなお農林部長は埼玉県から派遣いただく予定でございます3つ目といたしまして現在の秘書広報課を秘書課と広報校長課に分化し 広報、広聴機能のより一層強化を図ってまいりたいと思っております。四つ目といたしまして、産業観光部、産業支援課の機能の一部を分化し、先端技術の推進や企業誘致を実現するため、先端技術推進課を新設をさせていただきます。最後になりますが、五つ目ですが、市民の皆様に担当業務が分かりやすい加盟にするため、 収納課を納税課、子ども課を保育子ども課、農政課を農業政策課にそれぞれ名称を変更をさせていただきます。以上5点が今回の人事異動の特徴となっておりますので、なお課長級相当相当職の以上の異動内容は別紙のとおりでございますので、ご確認いただきますようお願いをいたします。私からは以上でございます。 ありがとうございました。続きまして移住相談センターつながる秩父部冊子発行について市長室総合政策課からお願いいたします。総合政策課移住相談センターの中島と申します。よろしくお願いいたします。移住相談センターよりつながる秩父部の冊子の発行につきましてご説明をさせていただきます。 つながる秩父とは隣におります地域保護士協力隊として移住相談センターに勤務をいただきました松田梓さんが移住推進というミッションを進める中で移住されてくる方や移住を考えている方さらには秩父と深く関わりたい方たちにとって人と人人と地域がつ,つながることが大切だと感じた中で企画し3年間の任務の中で20名を超える方々に取材をしてきました。 通常は移住相談センターホームページにて配信しておりますが今回移住または2拠点生活をしている10名の方に再取材を行い冊子にまとめたものです松田さんも今月で3年間の任務を終えるためその集大成を形にすることができましたので移住相談センターとしましてもこの冊子を通じて移住2拠点生活の可能性や秩父の魅力を多くの皆様に伝え 移住・定住の推進と関係人口の拡大を図ってまいりたいと考えておりますなお本日は参考資料といたしましてプリントをお配りさせていただいております後日冊子の配布準備が整え次第皆様へお配りさせていただきますのでよろしくお願いいたします冊子につきましては B5 サイズ全28ページとなっており無料で配布いたします 数に限りがございますので移住相談センター及び移住相談会等にて配布を予定しておりますまた4月の29日土曜日から5月の14日日曜日までこのつながる秩父の発行を記念しました展示会を歴史文化伝承館1階交流フロアにて開催を予定しております以上となりますよろしくお願いいたします 次に秩父地域自発型林業体験研修2023を開催します。参加者大募集について、環境部森づくり課からお願いいたします。環境部森づくり課の牧野と申します。よろしくお願いします。私の方からは、あの秩父地域自発型林業体験研修2023の開催と参加者の募集についてのお知らせになります。 地,部地域森林林業活性化協議会でですね2022年度から自伐型林業の推進としてこの体験研修を始めましたで来年度も2023年度もですね体験研修の方をやりたいということで参加者の方のお知らせをする。 ことにしますであの、まあ日,時まあ、日時場所内容ですけども、えーとまあ、大きく全3回計7日間で、えー、と予定してまして、えーまあ、1つ目がチェーンソーの取り扱いの、まあ、特別教育の研修それからあの、まあ、そのチェーンソーを使って、まあ、木を切って労材してという研修。 それから自伐型林業の特徴なんですけども大橋作業道、まあ、壊れにくい小さな作業道を作るところの体験研修の方を予定しております5月12日から6月の4日まで計算回で予定していますで定員の方は15名を,を一応予定をしております 昨年度はですね、あの四十名を超える方から応募がありましたので、またあの今回も多くの方にぜひご参加いただければと思います。詳細につきましてはあの裏にチラシの方を付けさせていただきましたので、あのまご覧いただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。次に令和5年度秩父学セミナーを開催します。 市市民民部部学学習習課課からお願いいたししまますす内田と申しますそれでは発表事項4番目、令和5年度秩父学セミナーにつきましてご説明をさせていただきます。この秩父学セミナーは歴史文化伝承館の事業として歴史文化伝承館が開館した平成15年から毎年開催しており、 今回で20回目を迎えます。その講義内容は、秩父地域の地質、植物等の自然環境、風土、歴史等の社会環境、それに伝承されている文化、芸術、文化祭など多岐にわたり、大学レベルの専門的な講義を開催できるよう講師の人選も行っております。令和5年度は、一般教養講座12回、通年を通して、 研究する専門講座として吉田健一氏によるジオパーク秩父探究コース2を開催するほか一般が参加,一般参加が可能な公開講座を2回企画いたしました特に一般教養講座では今秩父でも盛んに研究されている秩父兵士に関する講義や秩父にあるベンチャーウイスキーから講師を招き 飲み手と地域がつながるウイスキー文化と対して講義をいただきます。募集人数は一般教養講座七十人、専門講座八八人となりまして、受講料は各五千円。受付は四月十七日の月曜日午前九時から歴史文化伝承館一階にあります障害学習課窓口で行います。 令和4年度も一般教養講座、専門講座ともいえ点いっぱいとの申し込みをいただき、大変人気のあるセミナーとなっております。今年度も十分期待できる内容となっておりますので、募集等につきまして、お取り上げいただければ幸いでございます。以上でございます。続きまして、苦難の獅子舞・葛城神社、例大祭について披露。 につきまして久那小学校からお願いいたします。えー、久那小学校校長の飯島です。よろしくお願いいたします。えー、久那ではですね、あの子し,し舞がございまして、えー、昭和三十二年二月にですね、千葉市の指定無形民族文化財となりました。えー、始まりはですね、天明三年。 1783年というふうに伝えられておりますこの伝統芸能をですね獅子舞保存会の皆様がですね毎年3年生を対象にですね練習をしております今年度も11月の16日よりも練習を始めましたそして3月の1日のです、ね、6年生を送る会の時に一度披露しておりますえ 新年度に入って4月の16日、毎年ですね、4月の第3日曜日に、葛地元、葛木神社の例大祭にいて、披露をしているところなんですけれども、3年間できませんでした、これ3年ぶりという形になりますので、よろしくお願いいたします。でであの今年はですね。 保存会の皆様の協力にだとですね、あの獅子頭の方を新しくしました。大人の獅子頭と同じような形でしっかり作られた獅子頭で踊ることになっております。どうぞよろしくお願いいたします。私からは以上です。ありがとうございました。発表事項は以上となります。